皆さんこんにちは、しなたんです。今回はですね、私ピアスをこの前開けてから今日でちょうど3週間が経つんですけど、もうすでにねピアスをねいくつか購入していて、それを紹介してほしいっていう声が多かったので、ちょっと今日はそれを紹介していこうかなと思います。ではレッツゴー。はい、というわけで早速紹介していきます。もうすでにインスタグラムのライブでは1回紹介しているんですけど、まあ、YouTube でもね紹介してほしいということだったので、ちょっと今回はその動画を撮っていきたいと思います。ではまず1つ目、じゃん、こちらのピアスです。紫のねフープのピアスになっていて、で後ろはこんな感じでリボンがついているデザインになっています。付け替えたりだとか外すのがちょっとまだ怖いので、ちょっと付けることはできないんですけど、とりあえず紹介だけしていきます。イメージとしてはこんな感じになるかなっていう感じです。これは私は Q10 というサイトで購入しました。最近本当に私紫にハマっていて、紫のね洋服とかもすごく気になっているんですけど、ピアスで紫色っていうのがめちゃめちゃ可愛いなと思って、差し色にもなるし、ちょっと今回買ってみました。はっきりとは覚えてなくて申し訳ないんですけど、多分450円ぐらいだったと思います。続いて2つ目が、じゃん、こちらのピアスです。これはさっきのねこの紫色のピアスと色違いのブラックになります。私髪の毛がちょっと今暗めなので、これをねつけるときは髪の毛を結んだりしてちょっと見やすいようにしようかなと思っているんですけど、これねブラックもめちゃめちゃ可愛くて購入しました。で3つ目が、じゃん、こちらのピアスです。こんな感じでレースのピアスになっています。結構ね大ぶりな感じでめちゃめちゃ目立つのですごい可愛いなと思います。でこのピアスなんですけど、キャッチにこのレースのやつがついているので、これね耳たぶの後ろからレースが出てくるみたいなイメージのピアスになります。これもねすごい綺麗めな時とかすごく使えるなと思ったし、結構ねインパクトがあるかなと思ったのでこれを買ってみました。これも Q10 で購入したんですけど、これも確か400円前後ぐらいだったと思います。続いて4つ目が、じゃん、こちらのピアスです。ここに星の形があって、こっからまた2つに分かれてるデザインになっています。これもね Q10 で購入したんですけど、これもね見つけた瞬間にめちゃめちゃ可愛いと思って、結構私今星にも注目しているので、ちょっとねこれは買っておこうと思って買ってみました。見た目よりそんなに重くないので、まあ慣れてきたらつけようかなと思っています。これも多分500円ぐらいだったような気がします。続いて5つ目が、じゃん、こちらのピアスです。これもね Q10 で買いました。ちょっとこれ見た目より結構重かったので、つけるってなると耳が痛くなっちゃうかなと思うので、まあこれも慣れてきたらちょっとつけてみようかなっていう感じです。多分これも500円とかそのぐらいだった気がします。はい、で6つ目が、じゃん、こちらのピアスです。めちゃめちゃ可愛くないですか、このピアス。サボテンのチャームがついているんですけど、結構ね今季サボテンのアイテムとかいろんな店舗で出されてるなと思います。この前 H&M とかファイバーとかも行ったんですけど、このサボテンのねピアスも売っていたので、多分今季流行りなのかなと思います。で左右でデザインが違ってアシンメトリーな感じのデザインになっています。でこれもちょっと重たいので、まあ慣れてきたらつけようかなと思っています。多分これも600円とかそのぐらいで買えたような気がします。で続いて7つ目がこちらです。はい、これはですね、私インスタグラムで購入したんですけど、インスタグラムのアカウントでこういうねヴィンテージ風のピアスを作っている方がいて、で私そのアカウントを検索してたら見つけて、めちゃめちゃ可愛かったのでこれを買いました。これは900円で購入しました。これなんと言ってもこのこっち側のね顔のデザインがめちゃめちゃ可愛くて、最近こういうデザインもね結構出てきていたので、私ずっと気になっていたんですけど可愛すぎたのでちょっと買ってしまいました。これ一つでね結構インパクトが出ると思うので、すごいシンプルな洋服の時に合うかなっていう気がします。続いて8個目が、じゃん、こちらのピアスです。はい、これはですねブルーアというブランドのものなんですけど、もともとこれ2800円プラス税するんですけど、この前ランウェイチャンネルっていう通販を見ていたらセールをしていて、これも確かになっちゃうんですけど900円ぐらいで購入しました。これもねまたまた大ぶりなピアスになっているので、これだけで結構インパクトがあるので、すごいね可愛いなと思います。はい、で続いてでラストなんですけど、ラストがじゃん、こちらのピアスです。これもねブルーアというブランドのものになります。でこれも元が2800円なんですけど、これもセールをしていて800円とかそのぐらいだったような気がします。最近私本当にホワイトにめちゃめちゃ注目していて、今季結構ねホワイトのものが流行るって聞いたので、ちょっとこれを買いました。で今髪の毛がすごい暗いので、
こんな感じでつけると結構ね目立ってすごい可愛いかなと思います。はい、というわけで私が今購入してあるピアスはこんな感じです。今回はこんな感じでピアスを紹介してみました。少しでもねなんかの参考になればなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。